い歪みは結構続いてあるので、最近先生それパワフルですね。あ、気持ちいい。あ、そこすごいな。なりましたね。ここは動かしづらい。右ちょっとこれ癒着ですね。大丈夫です。大丈夫です。探します。硬いのばっかりです。硬い。痛いですよ。硬い。痛い。おお。ああ、効く。変な感じに筋繊維が。来るなこれ。硬いっすね。そうですね。すごい。お手数おかけします。さっきよりはかなり、はい、もうすぐですね、これ。なんかでもその辺ありますね。先生、腹筋いっぱい持ってますね。あ、そうですか。いや、結構捨てましたよ。だから、そんな持ってないと思うんですけど。いや、よくあのね、乗ってるじゃないですか。結構気回しですよ。いや、本当ですか。全然そういうふうに見えないです。あ、かなりまっすぐになりました。あ、本当ですか。はい。あ、よかった。でも、まあ、細かい歪みは結構。そこ硬いですね。そうなんですよね。ちょっと遠く線でも。痛い響きが、揺れなかったところですよね。真ん中あたりですよね。
右の方が背中に癒着がありましたもんね。そうですね。その辺が右の痛みだったのかもしれないですね。そうですね。ソーセージちゃんです。あ、そうめんちゃんか。あ、ゴリゴリしてる。いくわ。嫌な硬さありますね。そうなんですよね。そうですよ。なんか背中が調子悪い。そうですね。痛み減ってますね。ですよ。だからそこそこって感じです。いいっすよ。そこ痛いとこですね。よーの。あー、何こいった。
去年食ったシラスと思い出しました。あの時食ったシラスと思い出急に思い出しました。死ぬのかな。なんかそれよくありますよね。そう思って。おばあさんとかの感じ。なんだろう。なんであの時食ったシラスと思い出した。リラックスされてるんでしょうね。多分そうですね。そういうことですよね。きっとね。今一瞬頭の中で。